ガンパーということで、パルケ体験版実況続きの方をやっていくんですけれども、いやー、このね、背景の情報量の多さよ。何度見てもすごいよね。過去一なんじゃないかな、こんなにこう、ゆずソフトさんの、過去作のね、ヒロインとか、まあネタが詰まってるっていうね、背景。まあちょっと前回もね、触れたんですけど、まあ俺がね、わかんなかった部分とか、触れきれてなかった部分があったんで、ちょっと、まあいろいろとね、コメ欄とか、まあ他のところでも教えてくれたり、した人がいたんでね、本当にありがとうございます。なので今回ね、冒頭、ちょっと時間かかるんですけど、触れていこうかなと思います。まずね、この左上、ラーメン製麺所って書いてあるんだけど、もうラーメンといえばみたいなね、ところで、ここに、あやちねねさんがね、映っております。もう麺型辛め野菜ダブル、以下略のね、この、略すけどさ、のね、ネタの SDA ですね。があったりとか、あとね、俺ちょっとこれ知らなかったんだけど、過去玉っていう、なんか、ゆずソフトさんが2018年ぐらいに、なんかスマホゲームを出してたらしくて、その、キャラらしいんですよ。余白ちゃんっていうらしいんだけど、なんか気になったら調べてみてください。とかがね、あったりとか。あと俺、この黒髪の猫、ちょっとわかんなかったんだけど、宇野花さんらしいですね。でもさ、なんかこんな服着てなかったよな、宇野花さん。まあまあまあ、なんかね、今回は宇野花さんの、こうオリジナルの感じなのかな、こっちの。なんかでもね、こういう髪飾りもちょっとね、こんなんじゃなかったなーっていう印象だったんですけど、まあまあ宇野花さんらしいですね。で、あとは、カンナさんちょっと前回気づきませんでした。これコート姿の、もうね、鈴音さんとミカドさんがいるからさ、まあ連想はできたんだけど、ちょっとやっぱね、死神のコートのね、姿が印象的なんで、ちょっとね、後ろ姿だったっていうのもあって、触れきれてませんでしたね。秋月カンナさんですね。で、あとね、ちょっとめっちゃ悔しかったのが最後なんですけど、ここですね。もう目悪くて全然わかんなかったんだけど、で、ドラクリ勢がここにね、ミウとニコラがいるんですけど、なんともう一人いまして、エロなこと、ね、エリナ・オレゴブナ・アベーンさんがですね、俺、もう結構大好きなキャラなんですけど、いやー、こんなとこに隠れてましたね。くそー、もうね、俺の視力が良ければね、ちょっと、逃さなかったんですけど、もうだんだん視力落ちてきたんで、はい。まあそんな、すごいネタ詰まってましたよね。俺が気づかなかっただけでもこんなにあったということで。まあ、後々ね、また背景出てくるかもしれませんが、また何かあったらね、またコメ欄なり、いろいろ教えていただければなと思います。はい、ということで3分ぐらい経ちましたけれども、じゃあストーリーの方を進めていきたいなと思います。そんな中、ふと立ち寄ったコンビニで俺は見つけてしまった。酒、アルコール飲料。ああ、なるほどな。それでリバースしたのか。もう見つけるな。なんでそんなもの見つけてしまったんだ。有史以前より作られてきたそれを、人はストレスの解消や疲労回復のために飲む。まあそう言われてるけど、まあ大体が中毒ですね。大体ね、美味しいとかなんかそういうのじゃなくて、もう大体中毒性で飲んでる人が多いですよね。たまに飲むっていう人はならいいんですけどね。いぶきで働いていた社員たちもしかり。ああ、そっか。それでね、三好さんもそれなりにたしなむらしい。おー。古来よりたくさんの人が好む飲み物だ。酒を知れば人間を知ることにつながっているはずだ。間違いない。その、懐かしいな。なんか、長井さんだっけ?なんか、間違いないみたいな人の、なんかネタあったよな。懐かしい。なんか思い出したわ。これはもう、飲むしかない。ああ、なるほど。もう物は試しってことな。世間でよく売れている商品はリサーチ済み。手に取る商品に迷うことはない。まあでもな、慣れてないときついだろうな。あー、ストロング、うわー出た一番 !9% のやつ!3% のビール買って、なんで 9% 選んでしまったんだ。そこら辺調べてくれよ。ストロングマックス。うわー、もうね、それストロングチューハイですか?世界で一番売れている缶中杯らしく、ギネス世界記録に載っているとか、おお、そうなの?実は三好さんも売り上げに貢献していて、ストロングマックスをほぼ毎日飲んでいるらしい。ほぼ毎日!中毒患者アルコール中毒者だった、まさかの三好さん。すべてを忘れられるくらい幸せな気持ちに浸れるんですよ。うん、中毒患者、それ。もう発言が中毒患者。と言っていた満面の笑みだ。
おい、カナトさん、危険性とかも調べたんだろうな、ちゃんと。一番売れているんだ。これが基本で間違いない。何回言うんだ、間違いない。俺は、ストロングマックス片手に意気揚々と会計を済ませ。行ったと。そしてリバース。ちゃんとね、これ虹色になってんだよね、ここ。うえろろろろろ。もう、ダメだよ、このざまである。これが酒。一番売れている缶チューハイ。味の問題じゃない。ただなぜか、一瞬で気分が悪くなった。まあ合わなかったんだろうな、体が。頭痛がひどい。胃からこみ上げてくる気持ち悪さを抑えることができない。わからない。どうしてみんな、飲むんだ。ショックだろうな、これな。三好さんは幸せと言っていた。あれほどの満面の笑みで。しかし、本当に幸せなのか、これが。やはり俺のような奴には、人を理解することはできないんだろうか。俺は、そんな酒でリバースしてもな、そこまで思い詰めなくても、気持ち悪い。ねえ。お!やっと来たね。もう三好さんがヒロインみたいな感じになってたけど、今まで。さあ、ついに来ましたね。ねえ、ちょっと。ナオボーのボイスが、いやーやっぱいいな、ギャルゲのナオボーのボイス。声が聞こえる。近く、頭上からだ。お!生きてる、よね。際ど。すごい際どい。でも俺こういうアングル好きなんですよね。ただちょっとね、このテキストをですね、あれすると、ちょっとバンされる可能性もあるんで。ちょっとこのままにして、進んでいこうかなと思います。すいませんね。背景になんかキャラとかいないよな。オッケー。おー、でもなんか夏目さんみたいな、あれだよね、こう、ビジュアルだよね。この女の子な。平気?手の悪夢か。見知らぬ女性が俺を見下ろしていた。救急車、呼んだ方がいい?いや、飲んだら、なんだか気分が。ここに転がってるストロングマックス。頭痛い。目の前、ぐるぐる、シュル。何その、もうなんか調教済みの女の子みたいな。ただの飲みすぎか。そうです。飲みすぎというか一本でちょっとね、こんな感じになっちゃったの。お酒飲むなら、自分の限界くらいちゃんと把握しときなよ。ごめんなさい。いや、私に謝る必要はないんだけど。まあでもあれだよな、律儀だよな、こう話しかけてくれて。飲んだことなくて、わからなくて。え?初めてでストロング系に行ったの。本当だよな。なんで調べなかったんだっていう、そのアルコール度数とか。もっと度数の低いのから試していきゃいいのに。ねえ。知り合いのおすすめで、毎日飲んでるって。それはそれでやばいな。まあな、もう毎日飲んでる人はもう超えてんのよ。体がもうね、アルコール求めちゃってんのよ。ああ、顔も手も真っ赤。頭痛い。急性アルコール中毒ではなさそうだけど。救急車、呼ぶ?でも呼んだ方がいいよな、ここまでになっちゃったら。必要ないと思う。多分。そう。わかった。かわいい。あ!最後ちょっとテキストなくなっちゃったけど。そう言って彼女が立ち去っていく。でもさ、こう、ショートパンツの女の子がこう、なんていうの?体育座り的な感じでこうさ、座る時の三角ゾーンいいですよね。すごいなんか、すごいフェチズムみたいな話してるけど。はい。まあそんなことはさておき続けていきましょう。彼女が立ち去っていく。俺もここで嘔吐し続けているわけにもいかない。というか、胃液すらもう出ない。はぁ、あ。大丈夫か?幸せな気持ちとは一体。酒はダメだ。絶対ダメだ。今度、三好さんと話すとき、酒をやめるよう勧めよう。そうだね。
しかし今は三好さんより自分の体が心配だ。俺もね、好きなワインをですね、もう今立ってまして、酒ももう飲んでないんですよ。デルタ株にかかってからね。いや、やっぱりね、酒は危ないですよね。健康には。いつになったらこの気持ち悪さは収まるのか。ヘッドツー。ん？どうした？熱。うん？熱。頬が、あちゅ。突然のことで思わず奇妙な声が漏れた。熱い？どうした？何その声？萌えキャラか。確かに。あちゅう言ってたもんな。あ、おーいお茶かな。伊藤園さんかな、これ。なんだろうな、ちょっとね。お茶だけ見えてますね。日本のお茶。いいですね。君、さっきの。はい、これ。いやー、でも、すごいお人よしというか、ねえ、見知らぬ人にすごいよくしてくれんの。え？水分補給はちゃんとしないよ。そうだね。ちゃんと薄めないとな。水飲んで。頬に押し付けられていたのは温かい緑茶だ。とりあえずお茶を飲む。で、体が落ち着いたらスポーツドリンクを飲む。水分補給は重要。そうだね。もうリバースしてるからな。それでも収まらないとか、体が冷たくなってくるようなら、素直に救急車を呼んだ方がいい。ありがとう。手に握らされる緑茶。俺はその緑茶にありがたく口をつけた。あと、ちゃんとしたところで休んだら。いや、やっぱいいな、この地止め。やっぱ、ゆずソフトさんといえばこの地止めがな、地止めキャラいいですよね。ご忠告どうも、ありがとう。あ、早く家に帰りなよ。あ、でもさ、この立ち絵ってすごい、珍しいですよね。こう、振り向き立ち絵って言ったらいいのかな。これ横からすって見てるのかな？それとも振り向きなのかな？わかんないけど。ちょっとこう横目に見てる感じ。いいえ。あの部屋には帰れない。訳ありか。そうですね。ま、出なきゃ一人でストロングマックスガブ飲みして吐いたりしないだろうけど。まあな。何にしてもガブ飲みするのはやめといた方がいいよ。身に染みてる。はい。もうお酒嫌だ。なんかもう、片言になってきてるよね、かなとくん。そうだね。あまりにも苦しそうな声で答えたからか、彼女は軽く笑っていた。ほらほら、飲んで。もっと飲んで。飲んで飲んで飲んで。はぁ、あ。少しめまいが収まってきた気がする。そりゃ何より。本当にありがとう。でもどうして、見ず知らずの俺に親切にしてくれるんだろう。ねえ、そこだよな。普通は酔っ払いにわざわざ声をかけたりしない。それくらい俺でもわかる。まあ、面倒ごとに巻き込まれるかもしれないしな。突然彼女の他に足を止める人、あ、実際か、突然じゃない、実際彼女の他に足を止める人はいなかった。あんな死にそうな顔してたら心配になるでしょ、普通。他に声をかける人もいないし、急性アルコール中毒とかだとやばいし、酔っ払いから財布を盗む人もいるし。おお。見て見ぬふりするのは夢見が悪い。なるほど。結構放っておけないね、やっぱね、お人よしタイプって感じだね。迷惑だった。いや、本当に助かった。ありがとう。どういたしまして。しっかり喋れてるし、心配なさそうだね。いやー、でも立ち絵いいね。おー、でもさ、いろんなあれだね、キャラの要素が詰め込まれてるね、このビジュアル。ゆずソフトさんのね。なんかこうやって見てみると。差分とかも見てみるとさ。いや、でもすごいな。もうパンク的な感じで、パンクって言ったらいいの？ビジュアル系だよね、本当に。私、もう行く。まだ仕事中だし。あ、やっぱこれあれだよね、横目だよな。飲み物の代金。お金を気にするよりも、自分の体調を気にしなよ。
スポーツドリンクもちゃんと飲むこと。本当にありがとう。じゃあね。いやーでも差分いいな、この立ち絵の。こんな風に誰かに優しくしてもらえるとは思ってなかった。ましてや相手は通りすがりで初対面の女性。話していたのは短い時間だったけど、その優しさを知るには十分で。運命なんて大それた話ではないけれど、彼女と出会えたことは幸運だった。自分が思っていたよりも、俺は知らないことが多いのかも。やっぱり、あの部屋を出てよかった。ついさっきまで、頭痛と吐き気で最悪の気分だったのにね。いやでもよかったよな。ああいう失敗も経験だと思えば。まあ、二度とごめんではあるけど。外で暮らすなら、この先にも失敗はあるだろう。でも失敗の先には新たな出会いがあるかもしれない。それを思うと、明日からも楽しみだ。まさに心が踊るようだった。おー、なるほどね。これで、こう親切な女性と出会っていくと。それが伊吹かなとの初日。俺と彼女との出会い。いや、彼女たちとの出会いだった。なるほど。わ、なにこれ？あー、なるほどね。あ、そういう感じでこう、次のシーンに移りゆくみたいな。へー、面白い。じゃあ続きの方見ていきましょう。だからどこで寝泊まりしたんだろうな。はぁ。俺は出てきた建物を振り返り、軽くため息をついた。カプセルホテルで寝るのは意外と難しいな。カプセルホテル。もうちょっとなんか、いいホテルにさ、こうね、まあビジネスホテルでもいいけど、ね、行けるぐらいのお金はもらえなかったの？まさかのカプセルホテル。昨夜酔いがマシになってから、休むところを探した。好奇心に負けて散策や飲酒をしてしまったが、まずは部屋を借りるべきだった。ああ、そっか。後悔しながらホテルを探すものの、どこも満室。まあね、都会とかだとな。まあでもね、案外空いてたりしますけどね。やっと見つけたカプセルホテルに泊まったものの、隣の音が筒抜け。すごいことになってたんだろうな。振動も響くという慣れない環境に熟睡することができなかった。うわぁ。最悪じゃん。俺には向いてないな。というか、慣れない環境だった。これまでの部屋は、深夜になると人の気配なんて全くしない、静かな空間だったから。やはり、ちゃんとした住居が必要だ。よし。気合を入れて歩き出す。まずは生活の拠点を決めないとな。そうだね。確かに。でもなんかワクワクするね、こういう感じ。あ、そういえばね、そう。すいません、ちょっと触れてなかったんだけど。この背景になったからちょっと言うんだけど。これ、サナさん、みたいだね。ななみさんって前回言ってたけど、よく見たらね、こう、サナさんっぽい、こう黒いところがあったりするんですよね。はい、これサナさんですね。じゃあ、あとね、このピンク色の、このちっちゃい、ちょっとよくわかんない、ちょっとね、遠くて俺もわかんないんだけど、これ、のぞみさんらしいんですよ。と思って。いや、合ってるかどうかわかんないんだけど。なんか、のぞみさんらしいんですよね。すごいよな、こんな細かいところでね。出してきますよね、よくね。閉じ込めるために作られた部屋じゃない。普通の部屋を。今日から一人暮らしだ。そうだな。住居欲しいよな。いらっしゃいませ。お！本日はどのような部屋をお探しでしょうか。不動産屋。あ、保証人はいらっしゃらないんですか。やばいな、これ。なかなかいい部屋出してくんねえぞ、これ。いえいえ。それでは収入を証明するもので、うん、大家さんの説得を。なるほど。あ、お持ちではありませんか。もう無理じゃん。どうすんの。いやもう莫大のお金持ってくるんだったらいいんだけどさ。いえいえ。でしたら銀行口座の預貯金の方などで説得を。そうだよね。そっちはいっぱいあるんでしょ。ああ、お持ちではありませんか。お持ちではない。そうですか。なぜお持ちではないんだ。そこちゃんとしてあげて。三好さん、そこまで歩かすの。そこまでやっちゃうの。そこぐらいはちょっとさ、こうね、工面してあげようよ。口座とか。申し訳ありません。うん、そういった状況ですと、デポジット、
いやでも大家さんが嫌がるでしょうし、絶対嫌がるよねそんなんね、やばそうだもんな。あ、そうですね、口座などで確認させてもらえるのは安心材料の一つですね。はい。おお。大丈夫だったのか。お待たせいたしました。おう、本日はどのようなご用件もうそういうね、口座を作るところから始まるのね。うわー、もう作っといてあげて。新規口座ですね。うん。それではまずはこちらの申請書に記載をお願いいたします。大丈夫、まあ、そこらの情報系は大丈夫そうだよな。え、住所が あ、これから借りる予定ですか。もう どうすればいいんだ。え、身分証もお持ちでは。もうね、万事休すですね。保険証もないみたいな。申し訳ございません。うん、そういった場合当行ではちょっと。そうなりますよね。まあ、なあ、そうですよね。万事休すやん。口座が作れなかった。うん、あー、そういう状況ですか。三好さんちょっとそこら辺まで面倒見てもらわないとちょっとさすがに無理ですよ。そうなるとうちではご紹介できるお部屋の方はいかんともしがたくでしょうね。申し訳ありません。俺でもそう言います。俺でも不動産屋のその立場だったらそう言います。終わりましたねと申されましたなんで行ったり来たり。当方ではいかんともしがたく申し訳ございません。もう迷惑やん。行ったり来たりしてんのね。大丈夫？世の中は思った以上に難しいものだな。もう完全にもうね、ドカーンってさ、もうさ、いきなり突然海に放り投げられたみたいな状態だよね今な。いや無理ですやんっていうな。もう何もイカダっていうか何か捕まるものもない状態でもう外に投げ出されちゃったみたいな状態だもんな今。こんなのな、ちょっと証明ね、身分証明もない口座もないってなっちゃうとな、住所もないしな。住所がないから銀行口座を持てない。うん、銀行口座がないから住所を持てない。うん、特に俺の場合そもそも戸籍がない。勢いで飛び出してみたもののかなり致命的なのでは。そうなんですよ、勢いに任せすぎたが、まさかここまで何もできないとは。まあでも住所を持たない人もいますよね。まあホテルとかをこう転々として、やっていく人とかね。まあ結構ビジネスマンに多い感じはしますが、まあでもかなとくんの場合はまあそういうパターンではないからさ。うん、なんかホリエモンとかね、なんかこうホテルでさ、なんか自分の家持たずにこうホテルとかでこうね、やってたりとかしてますけど、まあ、あの人は結構忙しいからいろんなところ行ったりするからっていうのはあるんだろうけど、かなとくんな、大丈夫かな。俺の知識はいろんな人間の知識や経験の寄せ集め、逆に言えば誰でも持っているようなものはわざわざ移植する必要がない。だからこういうところわかんねえんだ。つまり俺には世間一般の常識が足りていない。教えてあげて。だからね、三好さん三好さんでも誰でもいいけどさ、後悔はしていないが反省は必要だ。そうだね、困った時には連絡をしてください。そうだね。連絡しよう。まず真中さん、もう想定できたでしょ、ここ、こうなること想定できたでしょ真中さん。もう困った時じゃないのよ、困ること分かってんのよ。うん、そこだけはさ、いや、なんていうの、経験させるとかじゃなくてさ、まずそこは、そこだけはやらせてあげて、普通に気持ちよく。三好さんの連絡先は俺のスマホに登録されている。だが、この程度で連絡していたら、一体何のために部屋を出たのか。厳しいな、自分に。いいじゃん、その程度って。家が、ちょっと住所がなくて、ね、身分証がなくて、みたいなところってさ、もう初期的なところだからさ。この程度じゃないぞ。奥の手を使えば、なんとかなるか。もちろん、魂の拡張だ。いや、やめておこう。大事になると面倒だ。それに、行き当たりばったりというのも悪くはない。おお。まあ、確かな、経験はいろいろとできるし。今まではなかった行動だ。いや、すごいね。なんかもう、なんか、ヒッチハイクみたいな、旅猿みたいな、感じになってきてますよね。
自分の中の知識と照らし合わせ、明確な指針を示し、的確な指示を下す。息吹で必要だったのは勢いではなく確実だった。だが今は自分一人の行動だ。それでこそ部屋を出た意味があるってものだ。諦めるにはまだ早い。不動産屋は他にもあるさ。絶対やばい不動産屋に落ち着くぜ。ありませんよね。ありませんよね。ね。ありません。すごい可愛い声。どっから出したのそれ。開口一番、笑顔で一言。ちなみに笑顔といっても、口元は若干引きつっており。ちょっと怒りの感じかな。都合のいい条件あるわけねえだろ。なめんなこそ。都合のいい条件あるわけねえだろ。なめんなこそ。口悪いなぁ。みたいな本音を見え隠れさせる笑顔だった。なるほど。あれが建前か。そうだね。息吹にいた頃には使われることもなかったな。おお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 このキャラはまたあれ、過去玉のキャラかな ?BMI に注意。合法な、なんだこれ。佐賀、ん佐賀津町支店通りでいいのかな。こんな場所あるんだな。あ、ここには誰もいないんだ。さっきのところにもうすさまじくいっぱいいたけど、もうここら辺ガラガラだね。何この。エア。エアかな、これ。シューマイの将軍。餃子の王将じゃなくてね。シューマイの将軍なんだな。おー、なんちゃらラーメン。ラーメン屋がまたこんなとこにもある。おー、すごいね。いや、感心してる場合じゃない。飲食店をはじめとした、いろんな看板がごっちゃ混ぜに掲げられた雑多な区画。おい、大丈夫か、こんなところ来て。こういう場所なら意外と、と期待をしてみたものの。店頭で紹介されているのは商売向けの店舗ばかりだ。残っている不動産屋はどれほどあるだろう。はあ、気づいた時には自然とため息がこぼれていた。ねえ、お兄さん。はい。ということで、じゃあ今回ここら辺にしとく？あ、もうちょい見るか。なんかすごい美人な人出てきたよな。なんか、ちょっとこれ以上行くとどうなるかなと思うけど。まあ、とりあえずじゃあ見ていくか。感謝の時以外にも勝手に反応してしまうものらしい。新しい発見が少し励みになった。お兄さんってば、無視しないでよ。いや、かわいいなぁ、でも。いや、髪くるんくるんだけどね、これ。どうやってんの、これ。すげえ時間かかりそうだけど、この、髪型。俺か？他にいないっしょ。この街を楽しむにはまだ時間が早いだろう。人通りがないわけではないが、暇そうに立ち尽くしているのは俺くらいだ。いや、人通り、皆無なんですけど。何してるの？さっきからずっとぼーっとしてたよね。待ち合わせ？それとも嫌なことでもあった？どちらかといえば嫌なことだな。だよね、だよね！そうだと思った！お？だったらお兄さん、気分転換しない？おっと、なんだ、客引きか？何の客引きだ、これ。気分転換？嫌なことは忘れるのが一番。なるほど、すべて理解した。さてはこれ、平成の世に聞こえた絵画商法というやつだな。なんで絵画商法なの？ここでうなずいたら、どこかのギャラリーに案内されて。この中で好きな絵はありますか？押し売りされると。その絵を選ぶなんて素晴らしい目を持っていますね。素人さんは選ばないんですよ。芸術に富んだ人が好む絵なんです。なんかこういうのノーブルワークスにあったな。なんか宝石の押し売りみたいなね。なんかアクセサリー押し売りみたいなのあったけど、まあでもちょっとそれとは毛色が違うけどね。部屋に絵が飾ってあると心が豊かになると思いませんか？感受性が刺激されるっていうか、嫌なことがあってもすぐに忘れちゃいますよ。そして絵を買うまで返してもらえないという。どうしよう。好奇心を刺激される。そういうのでも、本当に噂通りの営業なのか、本当に断りきれないものなのか。気持ちを切り替えるのって重要なことだよ。お？一理あるかもしれないな。ああ、言ってしまった。
一歩踏み出してしまった。もうこうなるとな、こう交渉成立みたいな感じになっちゃうからな。でしょでしょ。なのでこういう気分転換はいかがでしょうか。何これは。少女はポケットから何かを取り出した。どうやら絵画商法ではないらしい。キューブメモリー。おー、はい。ということで、じゃあ今回はここまでにしようか。キューブメモリー。なんかあるんだろうな。なんかやましい。何かがあるんだろうな。メモリーか。はい、ということで。じゃあ今回はここまでにしましょう。いやー、また厳しい旅が始まりましたね。酒飲んでね、リバースしてから、ねえ、もう住所もない、身分証もない。そうですね、もうお金はあるけど、口座が作れないという。いや、どうすればいいんだと。しかも、三好さんには連絡しないしっていうね。三好さんも最初からちょっと、ちゃんとやってくれよっていう感じなんだけど。はい、まあ、そんな中で、この怪しそうな女の子と出会ってしまったわけなんですが、はい。次回どうなるのか、じゃあ、ぜひぜひ、楽しみにしていただければなと思います。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ありがとうね。